です。かえちゃんです。今日はですね、ちょっとイベントのことについてお話ししたいと思って動画を一人で回しております。ですね、一回ね、フォトナをやりながら、こう自分の思いを語るっていうのがね、フォトナをプレイしながらやってみたんですけど、ゲーム実況者なのに、ゲームに集中しすぎて何言ってるかわかんなかったんで、これだけね、後撮りで撮っておりますね。はい、ゲーム実況者なのによろしくお願いします。一応、ゲーム実況者です。よろしくお願いします。ね、自分がですね、自分の思いというものをね、人に話すのが結構苦手な人でして、まぁ、ちょっとうまく話せるかどうかわかんないんですけど、話していこうと思います。まず、プーティンと出会ったきっかけって何みたいな。で、どうして6時のおやつに入って、どうして YouTube を始めようと思ったのかっていうのをね、まず語っていこうと思います。これが結構 DM とか、なんかキャスしたりとかしてたら結構コメントとか DM とかに来るんですけど、プーティンとまず知り合ったのがですね、私がバカと行くフォートナイトをよく見てて、あープーティン面白いなって、でツイッターフォローしたんですよ。でツイッターフォローした何日が後に声真似を募集してたんです、プーティン。で私ピカチュウできてたんで、その時に何のソフトか忘れたけど、なんかのアプリとかソフトでピカチュウのベーベーガッチだけをプーティンの DM に送って、で返信待ってたんですよ。まあでもどうせ返信ないだろうなと思って送ったんですけど、プーティンからね、めっちゃうまい、動画一緒に撮ろうみたいな感じで来て、その日の夜ぐらいに動画を撮って、でそっから声真似フォートナイトの一員に入れさせてもらって、その間にプーティンとオフでフォートナイトしたりとか、スケマルと出会ったりしましたね。まだスケマルはプーティンの弟子みたいな感じだったじゃないですか、まあ、師匠って呼んでたりしてて、で私はもう本当に声真似の人だけだったんで、もうなんか急にこの子たちと撮影撮るかちょっと動画見といてアッキーのって言われて、でなんかお前弟子になれよとも言われずに撮影に行ったら、お前今日から弟子だからみたいな感じで言われてびっくりしましたね。でそっからアッキーとしてやって、妹子としてやらせてもらって、かえちゃんっていう名前がどんどんみんなに広まってって、まあ、ピカチュウの人ってかわいいちゃんとして認識してくれてる人が増えて本当に嬉しいですね。今でもずっと思うんですけど、あの時にプーティンの動画見てなかったらとか、あの時にピカチュウへの DM を送ってなかったらとか、いろいろ考えたりすると本当にちょっと臭い言い方するのは嫌なんですけど、運命ってやっぱあるんだなって思いますね。でですね、結構ネガティブな、なんだろう、思考回路になっちゃうんですけど、私はこう思う人だから、やっぱみんなに伝えたい。だから私の気持ちもちゃんと話します。で本当に6時始める前から思ってるんですけど、本当に自分でいいのかっていう不安がありますね。声真似ができる一般人だったじゃないですか。普通にゲームが好きな女の子だったんですよ。だから他にも喋れるもっと面白い人がいたんじゃないかって思う時もあるんですけど、アッキーがかわいいちゃんじゃないとダメだったよとか、プーティンがかいちゃんは頑張ってるよとか、視聴者さんとかも DM とか YouTube のコメントとかでかわいいちゃん面白いですとか言ってくれてるおかげで私は今頑張れてます。やっぱ私は YouTube を始めて1年とかしか経ってないから、プーティンとかアッキーみたいに面白いことは言えないし、うまく喋れないし、ナーナちゃんみたいに可愛いこともできないんですけど、やっぱなんだろう、応援してくれてるみんなに成長してる姿を見てほしい。わがまま言ってるのは分かってるんだけど、1回目の時を見ないとやっぱ成長したなって分かんないじゃないですか。1回目のイベントをやって、また2回目3回目があるかは分かんないんですけど、やっぱ1回目めっちゃ大切だと思ってるし、めっちゃ大切にダンスレッスンとかボイトレとか頑張ってやってるんで、うまくは言えないんですけど、応援してくれてるみんなにかいちゃん成長したなって
思ってもらいたいので、ぜひ1回目イベントよろしくお願いします。私のことが好きって言ってくれたりとか、私のことで何か行動、例えばイラスト描いてくれたりとか、自分でオリジナルグッズを作ってくれたりしてる子に対して、私は誠心誠意全力で向き合っていきます。いつもみんなありがとう。私は絶対みんなの思いに沿えるように頑張っていくから、これからも絶対楽しませるし絶対感動させるから、ぜひイベントにね迷ってる方は来てください。まだまだうまくこの動画も喋れてるかもわかんないし、まだまだうまくね面白いことも言えないんですけど、いつも応援してくれてるかえちゃんが好きって言ってくれてる子、本当にありがとうございます。またね個人チャンネルもたくさん頑張っていきたいし、6時の活動もめちゃくちゃ大切にしながら頑張っていきたいので、ぜひね応援よろしくお願いします。でイベントに来てくれる子は本当に来てくれるっていう言葉が支えになれたら、 DM とかコメントとかでもいいから、ぜひね私に報告してください。それではみんなまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。大好きを食べ尽くそ抱きしめよう。